コラボ問題はなぜ炎上したのか。皆様ごきげんよう。夜のお花畑の魔女アザリアです。危機管理広報コンサルタントの石川恵子氏が弁護士に記者会見を任せてよいか。コラボ問題に見る危機対応の教訓といった内容で、コラボ問題がなぜ炎上したかについて考察していたので触れたいと思います。概要欄に URL を貼っておきます。石川氏は今回の件を弁護士にありがちな残念な失敗と広報コンサルタントの目線から考察しています。氏はひまそらし側は個人として情報を頻繁に上げていること、滅多に通らない住民監査が通ったこと、マスメディアが話題に上げないことをひまそらし側に起因するコラボ問題炎上の原因だとしています。ではコラボ側にはどのような原因があるのか、氏はバッサリと記者会見の場は法廷ではないと言い切っています。氏は記者会見をとんでもない内容だったと言い、出席者10名のうち弁護士が6人も占めていたこと、さ、ラブ出席者の掲載順で2頭夢乃さんが一番下になっていることから弁護団から甘く見られていたとしています。実際に発言順も2頭夢乃氏は最後だったかと思います。私もあのリーガルハラスメント記者会見を見ましたが、いつ2頭さんが喋るのだろうと思っていました。氏も2頭氏が話をしたのはたったの3分、これほど代表者が軽視される記者会見を見たことがありませんとまで言っています。主役の存在感が薄いめちゃくちゃな記者会見というのが氏の意見です。これを弁護士のあからさまな売名行為と批判し、記者会見は世論に訴えかける場で弁護士がメッセージを出す場ではないとしています。怒りや悲しみは本来主役であるはずの2頭夢乃さんの声として発信されるべきだったでしょう。その他は雑音です。氏は彼ら弁護団は世間を見ておらず、ひまそらしだけを見ていた。記者会見の場を法廷と履き違え多くの敵を作ってしまったとし、失敗会見として記憶すべき内容であると締めくくっていました。素人の私たちから見ても全くもってめちゃくちゃな記者会見でしたが、危機管理広報のスペシャリストからここまで言われてしまうコラボ弁護団の記者会見での姿勢、あの姿勢は今でも続いているように思います。ところで彼ら弁護団の費用ってどこから出ているんでしょうね。寄付を募るような団体が自費で賄うのですか。あ、でもお金持ってるんでしたっけね。皆様は今回の件どう思われましたか。ご意見ご感想などご気軽にコメントでお寄せください。少しでもいいねと思ったらグッドボタンを、また励みになりますのでチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ネットのお花畑観察が趣味のアザリアでした。